おい、さあ使うのはこちら。赤いカードが1枚、2枚、3枚、4枚ございますよ。そしてひっくり返すと、魔法のろうそくでございますね。さあ、これが魔法のろうそくでございます。どうもインディキマイシャンテルセでございます。どうぞよろしくお願いいたします。おー、影響を預かりますよ。さあ今日もここ香川県にあるマジックバーインディキからお送りしますね。さあもう今日はサクッといきましょう。今日はパケットトリックでございますね。D ロウソクリセットというマジックでございまして、ファンタジアさんで売ってるやつでございますね。お値段は1650円。小粋な魔法のロウソクを使ったパケットトリックでございますね。ちょっと実演してみるぜ。おいおい、 D ロウソクリセットというマジックでございますね。さあ使いますのはこちら、赤裏の1、2、3、4枚でございます。さあひっくり返す。おい、魔法のロウソクが1本、2本、3本、4本ございますね。おい、さあ1本、2本、3本、4本目に魔法の火がついてるぜ。青い火がついちゃうぜ。1本、2本、3本が残ってるぜ。1本、2本、ちょっとお間違いするとまた火がついちゃうぜ。すごすぎるぜ。おい、さあこれをちょっと振るとこすると、おい、火がついちゃうぜ。すごすぎるぜ。おい、でおい、黄色い火がついてるぜ。さあ青い火と赤い火をひっくり返して揃えちゃうぜ。おい、さあ青いロース黄色いです。そして赤と青を乗せてちょいと混ぜてふっとすると、おーい、ろうそくの火が消えてるぜ。おーい、すごすぎるぜ。おーい、さあ赤いカードを1枚、2枚、3枚、4枚使った D ろうそくリセットだ。おーい、おーい、いかがでございましたか。 D ろうそくリセットというマジックでございますね。まあ魔法のろうそくっていうやつでございますね。まあ使ってるのはまあなんだろうね、まあ、普通のあれテクニックでございますが、なんだろう、いかんせん、あんまり面白くないなっていう感じでございますね。さあ今日の動画これにて一件落着でございますね。またちょっと新しい手品練習中でございますので、次回の動画もお楽しみください。それでは皆さん、さよなら、またね、バイバイ、おーいー。